EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。V6 です。ロングマンです。11月2日にセカンドフルアルバムソーヤングをリリースします。どうぞ。お邪魔します。こちらどういうアルバムになってますか、さわちゃん。はい、楽しいところもあるし、切ないところもあるし。はい。なんか盛り上がれるところもあるし、寄り添えるところも。はあ、ほんまかいな。誰や。ロングマン史上最高のアルバムになってます。はい。なるほど。聞きどころなどありますか、ホリホリ。聞きどころ、そうですね。まあ、でも全部が。全曲いいですもんね。全部いい。C って言えば。C って言えばあなた。C って言うならあなた。ちょっと意味わからないんですけども。まあね、リリースツアーも予定、来年ぐらいに予定してるんで、またよかったらホームページの方チェックしてみてください。はい、続きまして、マイ検索ワードコーナー。俺は最近、何でホームページ検索したかっていう、はいはい、何を調べたかっていうコーナーですね。僕は、友達のトキシックっていう地元のバンドがいてて、そのなんか、トキシックの他のもっといい名前ないかなと思って僕考えて。誰やねん。なんかもっと良くならん、なんかいいバンド名もっといける気がして、トキシックスっていうのを浮かんだんですよ。でそこにでも S の前になんか点を入れた方がかっこいいかどうかって思って、でも点を入れた場合どういう意味になるやろうと思って、うん、アポストロフィーで検索しました。あ、そのアポストロフィーで。そう。アポストロフィーで。どういう意味になるだったら使い方みたいな、はい、はいはい、なんかあんま良くなかったけん却下になって終わりました。知らん、自己解決知らんけど、僕も知らんと何も知らん、はいはい、じゃあ僕ですね。僕はカラスを見てて、そのカラスって飼えるのかなって思って、あ、ちょっと気になるじゃないですか、野生動物って。で、そのでカラス飼い方っつって調べて、で結構分かったことは、そのカラスはすごく飼いづらいと、賢いなりになんか人間を見下すとか、なんかいろいろ、あとなんかちゃん。見下すんや。いや、見下すっていうか、なんていうか、なんか、一回野生やと、やっぱ。うん、買うなら、赤ちゃんの頃から買った方がいいけど、はい、それでも、あいつらは買いづらいと。ことを見てて、ほーんって、ほーんって、ほーんと思ってて、っていうのが僕の最近のマイ検索ワードです。さあ、じゃあ最後。私は、ダイオウグソクムシの脱皮です。というと、なんかツイッターのニュースのところに、はい、ダイオウグソクムシの脱皮生中継70時間っていうワードが70時間あって3日間やもんね。で、なんか後ろ部分は成功したみたいなんですよ。後ろ部分、後ろから尻尾とか、ああ、はいはいはい、成功したけど、尻尾あるんか、その半分終わって前半分を脱皮するときに、その途中で力尽きて死んでしまってまあ見られてね、見られてやっぱできんなって。ああ、そうやろね。カメラ回ってるやろうな。緊張するわ、ね、なかなか。そう、かわいそうな、かわいそうな結末。大丈夫、見てた人大丈夫かな。俺、ダイオウグソクムシ、脱皮するまでねんぞとか思ってた人、辛いよね、死んで、ね、死んだーってなるよね。そんな感じです。以上、ロングマンでした。またねー。